そしたら、まあ、ちょっと本人ね、はいはい、いないとこであれなんですけれども、あのコメント欄の有識者の、ね、方ね、あかりちゃんってどんな子ですかね、はい、ちょっといないからここだけの話にしとくね。確かに確かに、うん、やっぱりね、一番の有識者コメント欄ねえ、それはさぞかし知ってる方が集まってくださっていると思いますけど、あ、すごい、ここだけだって言ったらめっちゃなんかコメントがちょっと流れがすごい、えぐいってえぐいって、声でかい、声はでかくていいだろう。実は可愛い、歌を存じ上げております、ファンです。さっきね、始まる前にめちゃくちゃ話してたもんな、うちらな、うん、ね、お歌以前から聞かせていただいておりましたって。恥ずかしいよね。内面的なところいただいてよろしいか。内面のところは多分無理じゃないですか。声量、はいはい、声量、キレキャラ、実は乙女なのかな、わかんないっすね、そこはね、ちょっと本人に聞かないとわかんないな、うん、ねえ、わかんないっすね。起こされていらっしゃるんですか、ベーコンレタス。あ、ベーコンレタス、ベーコンレタスっすね。やだ、まゆちゃん昔奥されでございまして、あの私も昔奥されになっておりました。あ、引退されてます、はい、今はもう最近は引退しております。同じでございます、はい、なんか、ちょっと一旦大人にならなきゃなと思って。そうだよね、え、ちょっと配信の裏で後で語ろうな、そこら辺は。伏せて語れる自信がちょっとなかったからやめとくね。ほいフィチ、ほいフィチ、はい、先生、うん、ほいフィチ、あ、でも、ほいフィチだね。おー、どういう声が好きなんですか。小野大輔、小野ディね、はいはいはい、小野ディ、小野ディしか勝たんね。なるほどね、はい、まみちゃんは、石田さんですね。いいですね。いいですね。あの、ほのかにお互い好きな声がここら辺、その、腐れ的なものがちょっと変わり合ってる気がするだろうな。すっごい、いや、じゃあドラマ CD の方とかも聞いてらっしゃいました。まあね、たしなむことはそりゃございますよね。そうですよね。そうですね。で、オノディさんもお世話になったことはございますよ、私も石田さんはね、もうずっとお世話になってましたわ。ねえ、そうですよね。これぐらいにしておきましょう。はい、お願いしておきましょう。あとなんだろう、そうね、じゃあ有識者の方に聞こうかな、のこちらの来ていらっしゃる有識者の方、 あかりちゃんってどんな子なんですかね。いや、どんなこと、どうなんですかね、ちょっと私にもあまりよく存じ上げてないと言いますか、あんま結構自己評価っていう部分に関してはあまり得意ではないというか。あー、なるほどね、自己評価が、あー、なるほどね、難しいな、難しいな、難しいな。自分を一言で表した。え、自分で一言だ。こういうキャラでありたいというのでもいいですよ。あー、いや、難しいね、ちょっとすごい難しいね。なんだろう、何がいいんだろうな。え、でもなんかかっこいいとかじゃないですか。え、かっこいい、わかるよ、かっこいい女でありてーよな、うん、いや、ほんとにかっこいい女になりたいよ。わかり目が深いもん、かっこいいよな、いいよな、やっぱな、生かすよな。そうなんだね、目指していきたい、目指していきたい。うん、ちなみにそのかっこいいっていうのは、このどういう面で、その行動とか、こう性格とか見た目とか、こう、でも私はもう全部かっこいいに振りたいかもしれない。あー、性格もなんかね、生き様もみたいな。あー、わかるわ、わかるわ、うん、かっこいい女しか勝たんよな。かっこいい女しか勝たん。ちなみにその二次元アニメとかの中だと、この推しの女とかいます？ええー、
しの女か。いやでも好きになるキャラクター大体やっぱりかっこいい女、うん、気の強い女とか、なんか芯を持ってる女好きになりがち。うんねー、うん、まみちゃん血と荘園たぎる漫画とかアニメ好きなんですけど、はい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 、そういうところに出てくる女とかもマジかっこよくて、あ、わかるー、そうそういう女になりたい。ブラックラグーンとか知ってるかな。あのそう、いや好き、あー好き、あのね、うん、いいよね、あのキャラクターちゃん、いいもう全員かっこいいからね。いやめ、そうみんなかっこいいから好きなんだよ。後で語ろうこれも。これ多分ね、あの広げ出すとね畳みなくなるから。そう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 。また別の機会に語りましょうね。はい、どうしましょう。はい、なんか案外知らないんですね、みんな。いやいやいや、やっぱね、かっこいいの一言につきますわ。うん。よし。したら、仲良くするためにどうしたら良さそうですか？コメント欄の有識者の皆様。なんだろうね。なんだろうね。とりあえずもう今ちょっと、あの、分析でいけそうな部分書いておきますね。はい。書いてください、皆さんも。そうですね、これはもう外せませんね、今日オーバークックはね。オーバークックねえ、他何かあります？皆さんこれ以外何かありました？もう何もないね。あ、ない、もういいかな、皆さんいいかな、もうあんまりね、石狩りあれだからな、謎の女って思われがちなんで、あんま石狩りのこと知ってる人いないかもしれないし。あーね、うん、やっぱね、いい女ってのはね、ちょっとミステリアスなとこもあるからね、謎も見せてかないとね、うんうん、確かに、謎しか出してないけどね、うん、ミステリアスね、うん、ミステリアスね、うん、そうよ。どうした、みんな疑問系ついてるけど大丈夫か？ミステリアスがある女はいい女だぞ。そうだぞ、だよ、無事ミネコだってそうだろう。んだ、んよし、というわけで皆さん、はい、いや、小池がまたバタヨで何よりでございます。いやいや、はかどりました。待って、私富士ミネコって言ってたんだけど、ミネ富士子のこと富士ミネコって言っちゃった。普通に聞き流してた。普通に聞き逃しておりました。ありがとうございます。やばい、椅子にこうのけぞりながら言ってたから、あう、まみちゃんものけぞりながら、ふぅ、一仕事終えたぜって言われてたから、すっごい適当に喋ってた。終わった終わったみたいな感じになってたから。